はい、まあ、ここは住んでるとね、一気に気温が下がりますけど、今ここ暖房効いてますからね、暖かいんですけど、まあでも外もね、ああ涼しいですね。いや寒いっす。寒いっす。裸になってるとね、逆に涼しいわけですよ。冷たいとかね、ちょっと涼しいなぐらいになるんですね。今ね、今日明るいから説明しやすいですけど、はい、いっぱいね、仏さんがいるんで、仏さんの中にまあちょっと挨拶をしてから川に入りますんで。ああなるほど。ここは一心くんすいちゃんの方がですね。ああ。有名ですね、空海さんですね、弘法大師さん、はい、弘法の筆の誤りとか、ね、ああなるほど、多彩な方ですね、いろんな伝説を持ってる人です。有名ですね、お地蔵さんです。何の阿弥陀如来です、はい、阿弥陀如来さんですね。ああ有名ですね、はい、極楽浄土に行きたかったらお参りしてください。はい、生阿弥陀仏です。うちのご本尊ですね、うちのご本尊の不動明王ですね、まあ、一心君とはうちの方では言われてますけれども、うん、はい、まあこれもね有名な方で、まあ、厄除けとか厄払いとか、うん、悪いものを体から取ってくれるそういった仏様ですね、はい、釈迦如来さんですね、うん、はい、仏教を作った人ですね、お釈迦さんです、はい、まあ人間で唯一悟った人ですね。そうなんですか、うん、悟ると如来になる、あなんとか如来って全部悟った人なんで、ただあなるほど、人だったらこの人だけ、他の方はまあその空想というかね、うんうんうん、この方は本当に実在した人間でありながら如来になった。あ実在したんですね。そうそうそう、実在した人。うわここまで来るといよいよ。寒い、いや冷気がすごいっす。といったわけでね、今からこの川に入りますんで、夜はね、ライトで明るくなるんですけど、今明るいんで、ライトはそのままです。で、このね、桶もよく見ると小さいのと大きいのがあります。まあ、基本的に大きなのが男用で、小さいのが女性用っていうふうに。名前書いてると、まあ、舞桶ですね。本当や。舞桶もあるんで。冷気がすごいです。冷たいよね。やっぱ川に来るとやっぱその空気が冷たいよね。いややばいです、うん、これやっぱみんな多分思うと思う。なんか川に入るとだん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 気温が下がっていくのがかなりわかるという。めっちゃ震えてます私。そっちがいいかも。新海君の立ち位置あるんですか。あ、そうなんですか。毎日入る人は大体ここは自分の位置で決まってるんで、そこ結構深くないですか。そこ深い、ただ上級者は深いで、まあ初心者はちょっと浅いところで、でね、はい、もうね、結構冷たいですね。いや、寒いですよ。痛いです。でも今日は水温10度じゃないですね、もうちょっと低いですね、8度一緒じゃないですか、10度も8度も全然、この1度は全然違うんで。本当ですか、変わんなくないですか。今日は、まあまあ痛いです。で、ここで般若心経を唱えます。仏説マカ般若波羅蜜多心経漢字財宝作業人般若波羅蜜多ギャテギャテハラギャテハラソギャテボジソアカハミヤシンギョ。まだ途中ですけど、これどんな感じかって言ったら、もう上は寒くないです。え、出てるとこは寒くない。本当ですか。本当に寒くない。ただ、今の腰から下、腰から下はもうピリピリします。冷たいんじゃなくて、もう冷たい通り越してピリピリしてます。ちょっと痛いです。軽く痛いなっていう感覚が分かんないです。なんだろう、正座をしてた時のジーンって切るのがてるかな。ああ。進化してないんだけど、まあそれに近いかな。でちょっと感覚がなくなってきてる。ああなるほど。仏説マカハニャハラミタ心経。仏説マカハニャ心経。まあ今ね、般若心経捉えましたけど、知らない人はあそこに看板があるんです。あの看板を見ながら浮き上げれます。覚えてなくても大丈夫です。
なので、まあ、覚えてない方は看板の近くに行って水を浴びるみたいな感じですね。あれなかったんで、ちょっと前まで。え、みんなメガネかけて入るんですか？僕はかけて入ります。あ、そうなんですね、はい、まあ、それぞれです。あ、かけなくてもいいし、水をかけて入るんですよ。見えないです。プロとかさ、家は入らないですよね、うん、銭湯とかもかけて入るタイプなんで。まあ、そんなあのメガネが落ちるほど荒々しくかけるんだったら別ですけど、ね、僕はそんな荒々しくかけないので、ボンキュー、不動明王の目標を、7回あげます。南無第一大将不動明王様の神言には七幕三万ダーマーサラダン千ダーマーカルシダソワテアンタラタカンマンカルシダソワテアンタラタカンマン。これで終わり。これで中に入ってあげるお経は終わりですかね、うん。で、ここで立つときがね、結構足がしびれてるので気をつけないといけない。わかるかな、これね、赤くなってる。わかっかっすね。ちなみに、今僕はピリピリするし、今痛いです、実際。特に膝がね、痛いんですけど、女性はこれ痛いって言われますよね。女性は温かいって言うんですよ。この感覚も、このヒリヒリしてピリピリして痛いな、男は痛いなって言うんですけど、女性はで、なんか皮入ってると体が温まってきましたみたいな。え、僕は温まってるとはこれ思わないです。確かに体が麻痺してるから冷たいってないですけど、冷たいとか寒いじゃないんですけど、やっぱ痛いですよね。うん。で、こっからあの水をねかけてくる。こっからがだからあの試されるんですね、はい、どれだけかけるか。そう、やっぱそういうことですか。やっぱ自分傷つける近いんで、自傷行為なので、どこまでできるか。ここは勇気がいい。ここまでできますよ、誰でも。だってやっぱ、座ってたら勝手に時間経つから。ここからですよ。自分でやらないと終わらないですからね。なので、まあ、OK なんで、口からね、口側からこう、やっていただいて。いやあの、たまにこういくしてるんですけど、こういったらあの、抜けてくるんだよ。そこがポコンって抜けちゃうんだよ。ああ、なるほど。口からこういうふうにかけて。ああ、息が止まりそうです。今僕は服着てますけど、基本的には服は着ないですよね。男は着ます。女性は着ますけどね。今日は撮影してるんで着てますけど、普段は着ないです。あの、着てる方はきついですから、もう今の段階でやばいです。あ、水かけた段階でもう分かるかな、張り付いてますね。ついた、張り付いて冷たいわけ。うん、両重たいし、だからもうで、女性は着てますからね、常に。だから女性きついんですよ。あ、で常に着物着てやってますから、それであってあったかいっていうのは考えられないですよ。こうやって、まあ、体から着ようにで、もう僕見たら分かると思うんですけど、もうちょっと体が慣れてるんですよ、若干。ちょっと分かんないです。慣れてるんですよ。もうなんかその最初の何枚かは息が止まるっていうか。ああ、分かるかな。あの、心臓発作みたいな。そう、ほわーってなってたけど、それはもう最初の何枚か。うん、で、今みたいにもうある程度かけると分かりません。正直冷たいなと思うけど、そんなにそうか分からない。だから基本的にここになるまで頑張ってはる。あ、ここまで来るともう大丈夫です。まあ、足も分かんないし体も分かんないので、なんか寒いとか痛いとかっていうのはあんまりない、正直。まあ一応もうみそぎみたいなもんなんで、なんだ、気持ち的にはこう体をね、こう清める感じですかね。体から悪いものを流すんだっていうような気持ちの問題。なるほど。別にこうやったからパチンコ勝てるとかそんなないっていう感覚が。ただなんかでも、まあ俺はもう思わないですけど、なんかこれやったら何でもできそうな気がするっていう人はいますよ。あ、なんか多少のことなら我慢できそうする。メンタル面が、メンタル面がやっぱ強くなる、ね、俺はもうなんか慣れちゃってるから、もう別に川に入りたいなと思わないですけど、入ったところで別にそんなに嫌だなってはないんですけど、なんか嫌なことあったとき、環境に比べたらって思いますよね。そういう部分ではプラスのこともあるんですよ。今僕一人やってますけどね。実際いますからね、いっぱいね。ああ、そうですね。いっぱいいるんで。みんなとやってたら。ワイワイしますからね。うん。今なんか孤独にやってますけど。
正直慣れてくると一人の方がいいです。まあ、僕の場合はね、その僕は普段、あの一緒にやったとしても気を使ってるんですよ、当然。そうですね、誰か倒れたりしたら見ながら大丈夫かなとか言ってるんでちょっと気が散っちゃってるんですけど、なのでやるときは一人で、やるときは一人です、うん、見るときはちゃんと見るっていう風にした方がやっぱいいなと思って、最近はだからやってないですね、一緒には。もう僕は僕は別にこういう感じで一人でやってることも、ただ一人するとやっぱ危ないんでね、あの心臓麻痺とかあったりするんで。そうですね、今日もモカ君に、ね、見てもらってますけど、普段お家の奥さんだったりとか何かあったときはまずいんでやってもらってますけどね、でももう体がある程度もう出来上がっ、まあ、出来上がったら頭からね、いやこうやって食べてみます。頭からかけない人もいるんですけど、かけた方がいいっすよ。え、そうなんですか。かけた方が気持ちいい、やっぱり気持ちいい。自分がやった人しか分かんないと思うんですけど、今僕頭かけてちょっと頭休めて、体やったっしょ、はい、でちょっと時間空けてから頭やったじゃないですか。そうですね、これがね、水があったかいんですよね。分かんないと思うんですよ。何を言ってるか分かんないです。頭からかけた水がすごいあったかく感じるんですね。何を言ってるか全く分かんない、分からないと思うんですよ。なんかぬる、気持ちいいのよ。ずっとかけたと分かんないですけど、じゃあ一応これで終わっ、まあ、一応終わったと仮定して、はい、終わったら、そこで手を合わせてお礼をして終わります、手を合わせてありがとうございました、お礼をして、まあ、順番に上がるんですけど、はい、ここが一番危ないです。ここで一番環境の危ないところはここですね。終わった後上がるときに足が麻痺してるんで、あ、感覚ないですか。感覚なかったりするんで、思いのか足が上がらなかったりとかするので、ここは本当に気をつけた方がいいです。すごい今足の裏が痛いんですよ、僕は。ああ。少し空いてるんで、旅じゃなくて。はい、薄い運動一枚ならやっぱ痛いな、痛いな。なので、本当に気をつけて。僕、女性はね、気をつけて。なので、ゆっくり上がって、ゆっくりこう上がる。はい、慌てずゆっくり。まあ、後ろにいっぱい人がいるんですけど、実際は。まあ、後ろの方にはそんな気を使わずに。まずは自分が安全に上がることが大事。金剛君とかもそうですけど、慣れてくると、みんなが上がってまだやってる方います。みんな上がってんのにまだあの足りなくてやってる人もいたりするんで、それはもう自由ですから。あ、そうなんです。やらせてください。で、最後川にまた挨拶して、ありがとうございました、そして上がると、うん、今もう麻痺してますよ。触ってみて。うわ、冷た。もう分かんないです、麻痺してると。今ここは最後、まあ本来だったらここからまたお風呂に帰ります。お風呂に入って大浴場で入るんですけど。あ、じゃあみんな向こう行くんですか。そうそう、みんな本当は向こうに行きます。大浴場、今日僕一人だから普通に風呂入りますけど、基本的には大浴場に行くような感じですね。夏大日大小風呂さあ、本日紹介しました。ご神言には南国三番ダーバーサラダンセンダーナオカジサスワテアンタラカラ南国三番ダーバーサラダンセンダーナオカジサスワテアンタラカラ南国三番ダーバーサラダンセンダーナオカジサスワテアンタラカラ。僕の股間が思いっきり取った。後でモザイクしてもらう。金剛の金剛映ってしまった。金剛君の金剛が。ハクレンだ。今日は最後まで見てくれて礼を言うぞ。チャンネル登録、高評価ボタンを押さぬようなら容赦せぬから覚悟せよ。